皆さん、お疲れ様です。今回は、御三家最弱の異名を持つ、あのポケモンについて解説していきます。御三家最弱といえば、どのポケモンを思い浮かべるでしょうか。どうぞ最後まで、ゆっくりしていってね。メガニウム。ハーブポケモン。草タイプ。上都地方、御三家の一体で、草タイプ。自ら放つ花の香りは、闘争心をも穏やかにさせ、争いを止めるという。また、吐き出す息は、枯れた草木を蘇らせることができる。そばにいると、森林浴気分が味わえるらしい。草木を蘇らせる、っていうのはとんでもない能力だね。メガニウムがいれば、環境破壊問題は解決するね。基礎能力について、種族地の構成は、不思議花の、特攻と防御を入れ替えたものだよ。秀でているのは防御、特防、なので、耐久型として育成したいね。メインウェポンは、リーフストーム、ギガドレイン、御三家パーティーなら、草の誓い、があるよ。書いていないけど、物理の草タイプ技で、花吹雪、などもあるよ。サブウェポンは、アイアンテール、地震、目覚めるパワー、あたり。メガニウムは補助技の方が豊富で、回復系、防御系、積み技、カウンター、と、なかなか技の選択肢は多いんだ。使い勝手はどうあれ、アタッカー型、耐久型、サポート型と、育成幅は決して狭くないよ。そんなメガニウムだけど、御三家最弱のレッテルを貼られているよ。総合的な性能面であったり、ストーリーの進めやすさなどを考慮すると、御三家最弱と呼ばれることが多いんだ。今回も、そんなメガニウムの歴史を、辿っていこうと、思います。始まりは第二世代。上都地方御三家の一体として、チコリータが登場。その可愛らしい外見に、最初の一体として選んだ人も少なくないはず。また、タイプ一致技を比較的早く覚え、なおかつ攻撃力というメリットもあるよ。しかし、逆にメリットはそれくらいしかないよ。ここで懐かしさを感じつつ、上都地方のジムリーダーの面々を見てみよう。彼らに、チコリータを選んで挑んだ場合、こうなるよ。ハヤト、ツクシは、攻撃が半減され、弱点も疲れるね。松葉、みかん、息吹には有効だがなく、柳はお互いに弱点を持っている状況。茜はどの御三家でも厳しく、唯一、安定して勝てそうなのはシジマだけだよ。次に四天王も見てみよう。うん、やはりおおむね不利だね。イツキは、飛行タイプのネイゲオ、草タイプのナッシー、冷凍パンチ持ちのルージュラを使い、毒使いの今日は言わずもがな。芝は特に不利でもないけど、有利というわけでもなく。カリンは、ラフレシア、闇カラス、ゲンガー、ヘルガー、と、悪タイプでもないのに、わざわざメガニウムに有利な選出をしていて。ワタルは海流がきつい。チートだし。相性の話はこれだけにとどまらず。ロケット弾関連のバトルでは、ズバット、アーボ、ドガースなど、毒タイプが多いため不利で。道中の野生ポケモンも、草タイプを弱点とするものはほとんどおらず、水タイプはほとんどが毒タイプ複合の目のクラゲ、という具合。これらのことから、チコリータを選ぶ、ということは、供養を強いられる、と言って差し支えないものだったんだよ。そして、チコリータがレベルアップで覚える、攻撃技はというと、体当たり、葉っぱカッター、のしかかり、ソーラービーム、だけだよ。のしかかりを覚える頃というと、すでにストーリーは中盤から後半。ソーラービームは、晴れ状態じゃないと1ターン動けないので、あまり使い勝手は良くないね。じゃあ、技マシンで覚えられる、草タイプの技はというと、ギガドレイン、だけだよ。しかも、ポケモンリーグクリア後に行ける、関東の玉虫ジムで入手なんだ。さらに、有用そうな技マシンも、恩返し以外はストーリー後半から、終盤でしか入手できないんだ。
アイアンテールは未完に勝利後、目覚めるパワーは怒りの湖、自身はチャンピオンロード、だよ。したがって、ストーリー中は主に、葉っぱカッター、のしかかり、恩返し、だけで戦っていくことになるんだ。根本的に考えて、弱点が5つもある、草タイプで耐久向けの種族地、というのは、あまり噛み合ってないね。さらに、草タイプの割には、眠りごな、しびれごな、成長、を覚えられないし、攻撃、特攻、ともに高いとは言えず、決定力が低いし、技範囲も広くはない、など、事実を並べるとポンコツに見えなくもないよね。しかし、第二世代の対戦環境において、御三家最強の称号を欲しいままにしていたんだ。なぜ、あのメガニウムがそんな地位だったのか、理由を見ていこう。第二世代の対戦環境、そのトップメタを語るときに外せないポケモンとして、ガラガラ、カビゴンが挙げられるよ。ガラガラは、専用アイテム、太い骨、を持たせることにより、攻撃力が2倍になり、全ポケモン中最高の火力を出せるんだ。カビゴンは、HP と特防がかなり高く、低い防御も、呪いを積んでカバー。さらに攻撃力も上がり、そこからネムネゴコンボ、と強力な要塞と化すんだ。そんな2体に対し、メガニウムはどう立ち回るのか。まず、ガラガラの自身は半減で受けられ、さらにリフレクターを出せば、突破はかなり困難になるんだ。さらに、カビゴンに対しては、宿り木の種で HP を奪いつつ、こちらも剣の舞か、呪いを積んで突破する、という立ち回りができるんだ。ストーリー中は気にしないだろうけど、卵技だと結構使えるものが多いんだ。結論として、環境のトップメタに強いことが、御三家最強たるゆえんだったんだ。ここで、初代御三家草タイプの不思議花と比較してみよう。さっきも説明したけど、種族地は防御と特攻が入れ替わったものだよ。不思議花は草、毒タイプなので、地面は等倍だね。メガニウムにない、粉系の技と、成長を覚える反面、リフレクターは覚えられないよ。メガニウムはリフレクターも覚え、剣の舞で物理攻撃を上げることで、カビゴンに有利になるよ。以上のことから、この世代ではメガニウムの方が環境に適応していると言えるよ。ここまでご視聴、ありがとうございました。メガニウムは、昔は対戦面では強かった、ということが伝わったでしょうか。次回のパート2で、御三家最弱たる理由を解説していきます。パート2も、ぜひ見ていってね。それでは、